言ってしまうと、お粗末なものづくりの代表国って韓国だよね。しかも貧乏インドじゃなくて、全般的にやばいよな。いい加減さでは中国も負けてないみたいだよ。もちろん、十数年前と比べると進歩はあるみたいだけど。韓国や中国が作ったものって聞くと、何か本能的に不安がよぎっちゃうんだよね。日本っていうものづくりに関して、安全安心、高品質の最先端を行く国にいるからこそ、余計に差を感じるよな。そうだね。さて今回は、中国の誇る独自の戦闘機エンジン WS-15 について、爆破事故と合わせて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国空軍といえば、かつてはソ連のミグシリーズをもらって装備しているだけで、独自の戦闘機なんか作られるようになるとは思われていなかったんだ。でも、2000年代になってから、ミグシリーズなどのコピー品製作から徐々に成長して、独自の戦闘機を開発しており、その性能は先進国にも引けを取らないと自ら自慢しているみたいだね。とは言っても、中国に一から最新の戦闘機を開発するだけの技術もノウハウもないはずで、ロシアからの技術提供と、アメリカなどの技術を盗用して組み合わせただけのようにも思えるね。とはいえ、数に物を言わせた中国の戦略は侮れないぜ。そんな中国空軍が J-20 なる戦闘機を開発し、高高度や過酷な状況下でも高性能を発揮すると中国自身が主張しているというのだから、ちょっと不気味にも思えるよね。今回は、冒頭で紹介した通り、そんな中国空軍の J-20 にまつわる戦闘機エンジン WS-15 について、詳しく解説していくよ。さて、次世代の戦闘機といえば、アメリカが運用している最新鋭ステルス機 F-35 シリーズが有名だよね。日本でも、F-35A や F-35B をアメリカから購入し、特に後者は護衛艦出雲加賀の軽空母改装に合わせて艦載機として運用しようとしているんだ。日本やアメリカの戦闘機能力の向上に慌てた中国は、自らもステルス戦闘機を開発することにしたのはいいんだけど、問題も頻繁に起きているようで、特に問題となっているのは戦闘機専用のエンジンがうまく開発できていないようで、開発途中にも事故が多発しているみたい。ちなみに、中国人民解放軍が2017年から配備を進めている第5世代ステルス戦闘機自称1020J20 は、あくまでステルス機と自称しているが、アメリカや日本の軍事アナリストから言わせると、こんな形状の魅力でよくステルス機が名乗れるようなと笑い種になっているぜ。おまけに、オール2国開発ができなかったことで、戦闘機に搭載するエンジンがロシア製ジェットエンジンをそのまま供給してもらっていたらしいな。そのせいもあって、最初のうち J-20 は配備機数がなかなか増えなかったんだよね。それはロシアから肝心のジェットエンジンが届なかったからに起因するよ。それに痺れを切らした中国政府は、ついにロシア製ジェットエンジンの採用をやめ、自国で開発したジェットエンジンに換装する決意を固めたってわけ。戦闘機にとってエンジンは、機体そのものの性能を左右する重要な部分だけど、かつての中国はソ連から機体そのものを供給してもらっていたから、飛行機を開発することすら着手していなかったんだ。でも、中国とソ連の関係が悪化した1980年代からは、独自の兵器開発に舵を切るようになり、戦闘機エンジン WS-10 の開発にも着手したよ。WS-10 はあくまでソ連製エンジンのコピー品レベルだったんだけど、中国はこの WS-10 をベースにロケットエンジン開発に必要な技術と経験の蓄積を進めていったんだ。そして、その経験と技術を活用し、1990年代にさらに高性能の WS-15 の開発に乗り出したよ。この WS-10 だが、実はそのベースがアメリカ製のエンジンだったという面白い話があるぜ。WS-10 のベースとなったのは、アメリカ製のジェットエンジン CSM-563 で、このジェットエンジンは、アメリカ空軍の可変翼超音速戦略爆撃機 D-1 のエンジンとして搭載されている。ゼネラルエレクトリック社のアスターバーナー付きターボ3エンジン S101 が原型となっていたらしいな。ゼネラルエレクトリック社とスランスの、サスランエアクラスとエンジン社スネクマ社が共同出資した合弁会社で生産されていたのが、CSM563 だったんだが、人数用としてボーイング737やエアバス A320 などに搭載されている強力なジェットエンジンだったんだ。この技術を中国が入手し、いわばコピーする形で独自のエンジンとして作り上げたのが WS-10 と言われているぜ。実際の話、中国がミサイル技術を盗んだというよりは、アメリカがあえて中国に技術を流したと考えてもいいかもしれないね。今でこそ、アメリカと中国の間には緊張が高まっているけど、
このエンジンが開発された1980年代は、当時のソ連と中国の関係が悪化しており、ソ連と敵対関係にあった中国、そこに出てきたのが、同じくソ連を敵にしているアメリカだったんだ。同じ敵に立ち向かっていた中国は敵の敵は味方なわけで、実際に1980年代には中国とアメリカは友好関係であったことから、アメリカの中国をソ連に敵対させてあわよくばと思っていたんだろうね。こうして中国は、CFM563 エンジンの技術を入手することに成功していたってわけ。CFM563 エンジンは、中国航空工業公司と信用航空エンジン研究所で徹底的に解析され、その成果は、国産ジェットエンジン WS10 となって形を見ることになるよ。中国は早速自国開発の戦闘機 J15 に WS10 を搭載することを決定するんだけど、果たして世界のレベルの中でどの程度の位置にあるのか、その現実を直視した結果、中国が愕然とすることになるんだよね。WS10 が完成した時、世間はすでに第5世代と呼ばれる最新鋭戦闘機が登場する時代であり、今更第4世代と第3世代の中間のようなジェットエンジン、それを搭載した戦闘機なんか戦力にならない、そんな現実を中国が突きつけられたってわけ。でも、WS10 の開発で得た経験と知恵は、中国をある方向性に導くよ。それは他国のエンジンを真似すればいいんだって考えだね。実際、WS10 がそうであったように、他にいいエンジンがあればそれをコピーしてしまえばいいのだと、中国は安易にコピー路線を選択したんだ。真似ることは悪いことじゃないけど、そこから独自性を生んでいかないと、良いものづくりにはならないし、完全オリジナルの自国製とは言い難いよね。自国の技術だけで WS10 の性能向上が見られないと判断した中国は、2000年代になって関係を修復した旧ソ連ロシア製のエンジンユーリカイコールサプールン AL31 の技術をコピーして、WS10 の改良に取り掛かるんだ。この頃になると、ロシアとアメリカは対決姿勢を再び取るようになり、中国は中国で経済力を高めることになるとアメリカと直接対決するぐらいの勢力を持つようになったんだ。ロシアの代理として喧嘩を売るのではなく、中国として対等にアメリカに喧嘩を売る。そんな時代の入り口だったわけだな。ロシアにしてみれば、自国の代わりにアメリカに喧嘩を売ってくれるなら、中国だって北朝鮮だって問題ないわけで、ああ、だったらこれ使いなとジェットエンジンの技術だってどんどん提供するようになったんじゃないかな。こうしてロシアの協力を得て完成したのが、改良型の WS10A だね。信頼性と馬力を兼ね備えたバージョンとして、ようやく第4世代戦闘機として対等なパワーを得るようになった J15 だけど、まだまだ時代遅れの部分もあり、何より信頼性において問題を抱えている状況だったんだ。こうなったらと、再び中国は新たな技術のコピー先を探した結果、なぜか登場したのがウクライナらしいよ。ウクライナは、ロシアとの関係がピリピリしている状況であったことから、ロシアに直接圧力をかけることができる中国に対して技術提供することで、ロシアを牽制しようと考えたみたいだね。こうして、ウクライナの技術協力によって、さらに信頼性を向上させた WS10B を開発することに成功したってわけ。こんな感じで、他国の技術をコピーして自国製兵器の性能アップを成し遂げている。これが中国流のやり方になっているよ。ここまでエンジンに力を入れて開発したんだから、中国は自称ステルス機の J20 にどんなエンジンを搭載したのか気になるよね。その答えが、なんと WS10B からさらに改良を加えた WS10C だと言われているよ。WS10C は、信頼性の向上のみならず水力のアップが図られたとされており、一般的に第5世代と言われる戦闘機と同レベルの能力を持っているものとされているんだけど、ここまで来ればどこの国の技術を盗んだんだと言いたくなっちゃうよね。そういえば、さっき新型のジェットエンジンとして WS15 の名前が挙がっていたけど、それはどうなったの？これについては、正式に開発に成功したと発表はされていないよ。むしろ、開発時に爆発事故が相次いで、開発が停止しているとの説が強くなっているんだ。もちろん中国がこんな自国の恥のような話を発表するわけがないから、あくまで推測だけどな。J20 は、2021年10月に広東省樹海で開催された第13回中国国際航空宇宙博覧会では、WS10C が搭載された状態で世界に初公開され、デモンストレーション飛行が実施されるまでに至ったんだ。開発責任者のコンフォン氏曰く、J20 はエンジン乾燥の結果かなりのアップグレードを果たしたと公言しているよ。エンジン乾燥によって、高高度での飛行性能が向上するなど、
世界の標準レベルの戦闘機にアップグレードできたと公言している今氏だけど、日本のインターネット上で大げさに言い過ぎ、誇張表現しすぎなどの印象操作を示唆する声もあるんだよね。この点に関しては、中国のジェット戦闘機が戦力として計算できる機体に仕上がってきたと危惧する方がいいのかも。そもそも、中国の戦略は質より量だもんね。そうそう、どんなエンジンでも、飛べばいいというわけではないけども、日本やアメリカの基地に対抗できるのは数しかない。そう割り切ってしまっている中国の戦略はあながち間違ってはいないのかも。日本は、自衛隊の性質上戦士防衛にこだわって、領域よりも質にこだわるしかない状況だが、果たして中国の覇領攻撃に対抗することができるのか、見物だな。ジェットエンジンや戦闘機の質は言うまでもなく優れているんだけど、大量に押し寄せる J20 をどこまで殲滅できるのか、日本もある程度中国の戦略に対応するための軍備を進めるべき時代になってきたよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。